セイコーホールディングス株式会社は、東京都中央区に本社を置く、セイコーグループの中心会社である。ブランド名は、セイコの他複数を保有しており、高級実用腕時計である、グランドセイコーや高級、宝飾腕時計としてクレドール、セカンドラインとして、デフュージョンブランドアルバをはじめ、アルバの上級ファッションブランドウォッチであるワイヤード、ライセンスウッチブランドアニエスベーなどを展開している。 日本初の腕時計、世界初のクォーツウォッチを製品化し、現在も時計関連で著名な企業である。オリンピックなどの世界大会などで公式スポンサー、オフィシャルタイマーとして、たびたび参加している。日本テレビ開局日の1953年8月28日に、前身会社である、当時の成功者が、日本最初のテレビ CM である、正午の時報を放映させた。 戦前、戦後から後楽園球場から1987年、東京ドームマイナス、明治神宮野球場と球場のスポンサーになったのを、ひ切りにスポーツ競技場のタイマーも制作している。創業以来継続的にスポーツイベントに刑事支援を行っている。世界的に刑事支援は、共同出資の別会社に自社ブランドの看板を持たせて支援させる方式が、 普及しているが、成功は、グループ内の部署に支援させて、技術開発も行うスタイルを維持している。ちなみに、同社グループの広告、カタログに掲載される時計が示す時刻は、アナログ式が10時8分42秒、デジタル式が10時8分59秒を基準としている。成功 HD は、成功インスツル、成功エプソンと共に成功グループ中核3社と、言われていた。 中核三社とその後会社が腕時計事業を中心に協力関係にあり成功グループを構成する。SII とエプソンはハットリ時計店の製造部門であった成功者を源流とする。両社はハットリ家が大株主になっていたが成功 HD との直接の資本関係は薄く成功 HD の子会社ではなかった。いわゆる兄弟企業であった。 成功 HD は、ハットリ時計店の時代から、腕時計の開発、設計、製造を SII とエプソンに委託しており、店と工場という関係だった。成功 HD は、2001年から持ち株会社制に移行しており、各事業は事業主会社が行っている。創業当初は、ハットリ一族による家業経営が行われてきた。成功創業者は、 服部時計店を起こした、服部金太郎であり、時計製造の成功者も起業した。長男の源造が2代目社長で、懐中時計や腕時計を製造する別会社の第2成功者を発足。次男の正さが3代目社長を務め、4代目社長に源造の長男の健太郎、5代目社長に次男の礼次郎がついた。6代目社長は吉村史郎であり、 服部一族以外の人が社長に就いた。七代目は関本正宏、八代目は井上中奈々、九代目は村野光一である。2006年、電子部品会社、成功イ,インスツルの会長兼社長代行を務めていた、服部淳氏が取締役会の緊急動議で解任された。二千十年までに、労働組合の調査などで名誉会長である郎と、 取締役の宇野浦のり子より和光取締役2007年より成功取締役が和光本館周辺に新たに店を出す和光スクエア構想を単独で進めるために多額の不動産を取得していたことが発覚するこれを背任として労組は経営陣に対する株主代表訴訟の手続きに入った経営側も実態を調査し社外取締役原田明夫が 刑事事件、民事事件の事件になりかねないと判断。2010年4月30日の取締役会で緊急動議を発動。その場で、ジロ郎、宇野浦を和光の役職から解任すると同時に、漁師の戦争を止められなかったとして、村野光一を成功ホールディングス会長兼社長の役職から解任。公認に健太郎の次男で霊次郎の養子である。 副社長の服部真嗣が昇格、村野の解任と自身の新社長就任を自ら発表した。これらについて、産経新聞は、オーナー一族による会社の私物化が、上場企業としての企業統治を麻痺させたと報じた。労働組合、成功グループユニオンに対して、パワーハラスメントや、左遷人事の訴えがあり、組合長の中村昇造は、 退職やうつ病になった被害者は報告されただけで50人を超えるとしている。アシックスと共に、プロスペックススーパーランナーズと同じ成功ウォッチへと、統括されるグランド成功、クレトール、ワイヤード、アルバ、ソーマを除く製品の文字盤には、成功のロゴが入る。日本最初のラジオ CM は、当時の成功者の午前7時の時報であった。1951年9月1日に、 本放送開始直後の CBC ラジオで放送された。その内容は、成功者から CBC に提供された時計の予報音楽に続いて通知音が鳴り、成功者の時計が、ただ今、7時をお知らせしましたというものだった。日本最初のテレビ CM も、当時の成功者の時報であり、1953年8月28日に、 本放送開始当日の日本テレビで放映された。当時の放送関係者の証言によると放送機材の操作に慣れていなかったため、フィルムが裏返しだったので音が全く出ず、音無しの状態で30秒間放送された。当時のフィルムの場合、映像の横に音を再生するためのサウンドトラックがあり、フィルムが逆向きになると音が再生されなかった。なお、時報音は、 フィルムと関係なく挿入されたため正確に出た。この放送事故については3秒で放送中止となったということが定説とされていたが、これは間違いである。ちなみに、同日の午後7時の時報は無事に放映され、これが現存する日本最古のテレビ CM である。翌日の正午、テレビ CM 第1号になるはずだった正午の時報も無事に放映された。内容など。 成功クオーツアストロン 35SQ ハット SII 幕張ビルディング2020年3月期優価証券報告書37ページ大株主の状況を参照工場軽視が招いた成功の落日日本経済新聞2010年5月18日 AB ドラマ企業工房名門成功の病相結束たらい回しで統治機能麻痺 m s n 3 k ニュースオリジナルの2010年5月16日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20100516202608/.http://sankei.jp.msn.com、エコノミー、ビジネス、10515。 ビズ1兆51億5180万 1008N1HTM 服部健太郎時報を除いた日本最初のラジオ CM は新日本放送のスモカ歯磨きの CM である。詳しくはコマーシャルメッセージを参照。検証した内容を記したサイト CBC ホームページ CM の CM キャンペーンテレビ関連 CM スタート 遥かなる南部というサブタイトルが付けられていた。ラテンの暑い風というサブタイトルが付けられていた。出展、東海ラジオ放送20年史、P236。ありがとうございます。